キッシュー部始まりました。おはようございます皆さん。今日なんと CB400 スーパーポア、まあ、教習所で乗るバイクじゃないですか。僕なんか久々に乗りたくて、友達が持ってたんでちょっと貸してくれと借りてきたんですよ。それがこちらです。これ借りてきたんだけど、かっこいいでしょ。 CB400 スーパーフォア、これ何年車なんだろうな。これキャブ車なんですけど、これわかんないんだけど、これ視聴者さん、これなんだかわかったら教えてください。こういうの、そう、なんかこういう感じのバイクをね、 CB400 借りてきたんですよ。で今日ヘルメットですね、見てください。 G ロット、はい、ゴッドブリンクさんの G ロットですね。このヘルメットもかぶってちょっと行こうかな。でもって今日美女ギマンケーブの社長まっちゃんと一緒に、せっかく借りたんでツーリング行きたいんですって今声かけてかけてあるんで、今から行くんですけど、なんと実は僕企んでおります。はい、その企みは何なのかこの後分かると思うんで、皆さん楽しみに見ていってください。シチューということで、まっちゃんのことを着しました。あ、来た。ツーリングね。ツーリング、そう、ツーリング市場、うん、いいんです言った通りツーリングやるから。俺市場だって今。あ、じゃあほら。早めさん。はいはい。いいじゃないですか。じゃあ市場という名のツーリングにね、ちょっと行ってくるんで、みんなに市内していきましょう。何試食するんですか。早めさん。これ。うおお。これ新しいやつなの。マジ？うわ、かっこいい。何これ。やば、超かっこいいんだけど。こんなでっかいやつですか。これはすごいな。はやぶさってこんな感じなんすね。この方初めて。マジっすか、うん、楽しみっすね。いや見て、僕の何でしょう。いやあれね、借りたんすよ。でしかも長らく借りてていいって言うんで、面白いっすねやっぱね。いいじゃん、これ油圧クラッチとか。あ、これ油圧クラッチなんだ。なるほどね。そうそう、スペーサーカラー、スペーサーじゃない、スペンサーね行きましょうよ、ちょっと軽いツーリングしたい。一緒にね。いいっすか、うん、そう、ちょっとまあビーコムつないで一緒に行きましょうよ。よし、じゃあ行きましょう。インカムない。インカムあった方がいいな。何もない。買いに行くじゃん。え、どこ？インカム買いに行く。嘘でしょ。そこから行く。だってインカム使わないじゃん俺。あ、まあ確かに。じゃあ買いっちゃおう。まずは買いに行っちゃうところから行こうか。キッシュチューブ。ということで始まりました。キッシュチューブツーリング。まっちゃんマジで買うのか。気持ちいい。あ、面白いな。なんか久々に400乗ったけど面白い。二輪館でしたね。お、早速ライバルが止まってるぞ。 CB400 同じじゃない。ほら同じだ、隣に置いてある。これね、初の人とつなぐ時が一番楽しくて。もう行くよ、じゃあまっちゃんとつなぐよ。まずこいつを長押します。あ、おう聞こえる。そう、これが、そう、これでもう聞こえてる。これ B リンク繋がってます。はい、繋がってる。これです、まっちゃん。バイク乗ってる感じじゃねえんだけど。そうなんですよ。ちょっと向こう側のほら、なんだっけ、あの橋とか越えたりとかして。ああ、橋じゃあ越えようか。そう、楽しい。いやいいね。今日超気持ちいい。今日気持ちいいですね、めちゃくちゃ。ああ、超気持ちいい。最高ですよ。最高。やっぱこういう日がね、やっぱバイク乗る日はいいですよ。これさ、どのぐらい離れてても大丈夫？500m ぐらい。ああ、結構だね。そう、結構離れて大丈夫。ああ、かくれんぼできんじゃん、これ。どうこだって。いつもここもスピード違反やってるから気をつけて。いやですね、だから僕は大丈夫。そんなわけでほら、まっちゃん、俺さ、このさ、TV 友達から借りちゃって、まあなんて言うんだろう、汚ねえと言い方は変だけど。全然スペンサーカラーでいいじゃん。色変えちゃいたくて。なんで借りてるやつを色変えたの。意味がわかんねえよ。いや多分ね、色変えても多分喜んでくれるんだよね、俺は。内緒でさ、普通ないでしょ。ないでしょ。でもさ、借りたら普通やっぱ綺麗にして返さないといけないから。あ、まあ綺麗にすんのはね。そう。あ、まるっきり色変えちゃうってこと？色変えちゃうのよ。あの赤白黒にしたいわけ。それもう CDX じゃん。まあ、ちょっと赤白黒に、まあ、抹茶せっかくだから抹茶にちょっとやってもらいたくて。いや、寝るのはいいけどさ。はいはい、大丈夫だと思うんですよ。もう抹茶の力が必要ですよ。僕としたら大変なことになっちゃう。普通人のやつは寝んねえから。
まあじゃあということで決まったんで、うん、じゃあこれ U ターンしても U ターンね、オッケーオッケー、もうツーリング終わり配信中ということで、本当にやんの、本当に本当 に、だってへこんでたりとかしてないのよ。してないしてない、めちゃくちゃ綺麗、めちゃくちゃ綺麗なんですよ。本当にいいの、そうめちゃくちゃ綺麗なんだけど、とりあえずもう僕借りてるもんだから、うん、怒られても大丈夫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 、気にしないでもう行っちゃいましょう。じゃあということで僕の方はあと完成したところ行きますんで、あちゃちゃすいません、よろしくお願いします配信中はい、てなわけで今ですね、僕が借りてるバイクを勝手に出しに行っちゃったんですけどね、それをね今ね取りに向かってます、まあ、どんな感じになってるのかめちゃくちゃ楽しみですね。僕の理想のこういうのにしてもらいたいんですまっちゃんっていうのを伝えてあるんで、もうまっちゃんだったら間違いないんで、とりあえず行ってみましょう。はい、まっちゃんの工場に到着しました。お疲れ様です。お疲れ様。もうちょっと簡単かなと思ったけど、うん、結構大変だった。マジでちょっと一回皆さんに見せようか。出来上がったのはこちらです。ドン、うっせー、超かっこいいやん。まっちゃんやばい、めちゃくちゃやべえ。いやあれもまあかっこよかったよ、確かにかっこよかったけど、自分乗るならやっぱりちょっとこういうなんか赤っぽいのがすごいよって。赤と白とね。そうそうそう。でしかもパールホワイト、パールホワイト、パール、うーわ結構高級感あるっすねやっぱり。そうそうそう、パールホワイトとキャンディレッド。キャンディレッドってこういう色合いなんだ。いやこれ超時間かかったでしょまっちゃん。そうめっちゃ時間かかったね。別にラインとか出したことないんだけど、ベースが悪かった。でやっぱりどんな感じだった？あのね、もうプラスチックとか劣化してて、もうパキ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 割れてっちゃうの。マジ？えそれどうしたの？だから裏から FRP 全部貼って。マジで？そんな手間まで？そうそうそう。いや失礼しましたまっちゃん。そんな大変なこと。大変で、もうちょっとベースいいかなと思ったんだけど。失礼しました。やばいや、やっぱね、まあ動画のさっき言ったけど、まっちゃんの頼みは間違いないから。やばくね、これキャンディーレッドなんだ。いやこれ色合いちょっと伝わんないけど超かっこいいよ。 CB400 スーパーフォア。てなわけでじゃあこれを俺はしっかりと返却してきますよ。返却して借りたもんは返さないといけない。綺麗ですね。はい、ということでまっちゃんお世話になりました。いや本当にありがとうございます。ありがとうございました。めちゃくちゃやばいです皆さん。うおかっこいい、俺がテンション上がっちゃってますよ。気持ちありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ行ってきます。はい、ということで到着しました。とりあえず待ち合わせなんで待ちましょう。来た来た来た、ありがとう、バイクありがとう。綺麗にしといたから。おかしくないですか？どうしたどうした？色がなんか変わってる気がするんですよ。変わってる気がするっていうか変わってますよね。借りてほら綺麗にして返すの当たり前だから。いやちょっと綺麗にっていうあれがちょっと違うと思うんですよ。文句あんのか。いやでもなんかちょっと前の方が前の方がいい。前の方がいい。いやこれよく見てよく見て、超綺麗になってない？いやそれわかりますよ。だけど前の方がいい、まあ、いいって。ですよね。バカ言ってんじゃねえよ。どうしてもあこんな前、この前青だったんだけど、そうですよね、青じゃやっぱり、はい、なんか乗っててなんか青じゃやっぱりあんまりあんまり面白くなくて、やっぱ綺麗にしてもらおうと思ってしてもらったんだよ。ちゃんとした塗装屋さん、いやすごい素晴らしいと思う。松モーターサイクルさんが全部やってくれたんで、はい、ちょよく見てみね。でもすごいっすね。ツル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 、この色いいでしょ。色かっこいいっすね。確か、はい、しかもこれ、はい、なんせキャンディーレッドのパールホワイトだから。おう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 、なんかあんまりなんか嬉しそうじゃない。いやそんなことです。借りといてなんだ。まあでもいい色っしょ。いい色です。いいだろ。そうですね。これでもちょっとこれダッサいからこれは変えた方がいいか、はい、変えた方がいい。こっちに合わせます。そうだね、そうだね、はい、そうしよう。返信中ということで、借りたものは綺麗に返せたってことで、はい、よかったね。結果オーライでしょ。結果オーライです。結果喜んでもらえてる。はい、綺麗だ、綺麗になってまあ、ということでね、まあちょっとね、ドッキリ大成功だな。まあ、気に入ってもらえたならよかった。あ、わかります。気に入らないんだったら、あれだけど、捨てちゃうけど、どうする？いやいやいや、乗ります。乗るでしょ、はい、乗るでしょ。ならいいでしょ。はい、よし、乗ります。ということで、皆さんご覧いただきありがとうございました。岸部引き続き、インスタ、ツイッター、フェイスブックやってますので、皆さんフォローお願いします。チャンネル登録、高評価もお願いします。やってやりましたよ。ということで、バイバーイ。